我が神主よ見させたまえ偉大なるその計画天が開き光が満ち死音の上にとどまる救いの御業全地を覆い喜びの歌響かせその聖域は平和を呼ぶ主の御霊が流れるその日
感謝します。イエス様にもう一度大きな拍手をしましょうか。おはようございます。今日も主を見上げて心からの礼拝を主に捧げてまいりましょう。いつものように詩編を講読いたします。今日の詩編は詩編3編の1節から8節まで、旧約聖書の900ページもしくは832ページまた開いてみてください。主よ、なんと私の敵が増えてきたことでしょう。私に立ち向かう者が多くいます。多くの者が私の魂のことを言っています。彼に神の救いはない。しかしよ、あなたは私の周りを囲む盾、私の栄光、そして私の頭を高く上げてくださる方です。私は声を上げて主に呼ばない。すると聖なる山から私に答えてください。私は身を横たえて眠る。私はまた目を覚まし、主が支えてくださるから。私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れない。主を立ち上がってください。私の神、私を救いください。あなたは私のすべての敵の頬を打ち、悪者の歯を打ち砕いてくださいます。救いは主にあります。あなたの祝福があなたの神の上にありますように。アーメン。続いて使徒信条および主の祈りを告白してまいりましょう。修法の最後のページにも載っております。私たちが信じていること、我々は天使の造り主、全能の父なる神を信じて、我々はその一人を我らの主イエス・キリストを信じて、主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえ、他者より生き返って生きる者と死にたい者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。続いて主の祈り。天然に生まれます我らの父よ、願うは皆を崇めさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものならば、はい、アーメン。続いて礼拝の祝福のためにお祈りいたします。ご臨在の主よ、あなたの皆を心から賛美いたします。今日こうして私たち一人一人があなたの御愛と集められ、このように心を合わせてあなたに礼拝を捧げることができますから、ありがとうございます。主の御愛にいる一日はよそにいる千日もなさると、本当に主の御愛に集い、主はあなたから素晴らしい祝福をいただくことができますから、ありがとうございます。御言葉が与えられ、また聖霊の御手も与えられて、私たちに主豊かな豊かなあなたの励ましを与えてくださいますから感謝いたします。御言葉を語られる村岡牧師、聖霊の心を豊かに注いでくださって、今日もまた素晴らしいあなたの御言葉を私たちが十分に受けることができますことを感謝いたします。どうぞ、たっとく用いてくださいますように。
これからの時間を見てみようとし、期待して感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。この朝もご一緒にお祈りを捧げていきたいと思います。御言葉をご一緒に読みましょう。はい。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。アーメン。元旦ですね、皆さんに短いビデオメッセージを送りました。その中で、聖書は言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。この時代にあって私たちは確かなものに信頼していくということですよね。それは自分ではなくて私たちの主イエス様です。じゃあ信頼するってどういうことでしょうか。信じてついていくことですね。イエス様はそういう私たちに、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追って私についてきなさいと言いました。つまり自分を捨てる、日々自分の十字架を追うという覚悟が必要。それだけ見るとですね、私たちは無理と思うんですけれど、分かりやすく言うとまさにここに書いてあるようにですね、イエス様だったらどうされるんだろうかということを意識しながら私たちの思いを変えていくということですね。この世と調子を合わせる、世の中がこうだから、世の流れがこうだから、自分はそうしたいからではなくて、イエス様だったらというところに立っていく、まあ、そういう心の一心をしていきましょう。まず先週もそういうことを、ご一緒に分かち合ったと思います。その上で3つのことを祈りたいと思いますね。これは本当に私たちに意識しないとできません。日々自分の生活の中でイエス様はどうされるのかと意識できるようにですね。で、2つ目は私たちの思い、とても重要です。思いと生活が清められていくように。そして3つ目は私たちの自己中心的な信仰生活からイエス様を求める信仰へと変えられていくようにですね。ご一緒に BGM を流していただいて少しご一緒に祈りましょう。祈りましょう。ありがとうございます。私たちはここに一心しなければ、この新しい年を迎えても私は変わりません。神様どうぞ私自身、そして教会を愛する兄弟姉妹たちの思いを一心してください。それはこの世と調子を合わせるのではなくて、自己中心的なものではなくて、あなたがどう思われるか、あなたがどう神様願ってらっしゃるのか、そこに意識を向けていけるように、そのことをいつも神様は気づくことができるように助けてください。そして神様、私たちの思いと生活行動を清めてください。悪い時代ですから、神様どうぞあなたがそのことを助けてくださいよ。そして主よ、そのように私たちに神様あなたの栄光を与えてくださいと思いながらお願いいたします。自己中心の信仰から中心、そのお願いします。代表して真由美さん祈ってください。神開き天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美いたします。新しい年越して共に集まってあなたの前に礼拝を捧げることができるこの恵みの家にありがとうございます。神様、去年から子供たちの中で本当に死を私たちはいろんなことで探られます。また今の中で生きていますから流されることはただ多いです。神様、しかしあなたの御言葉は私たちにいつもブレーキをかけ、そしてまたとどまること、あなたの御言葉にとどまること、そしてあなたの御言葉で自分自身を点検すること、神様、そして本当に死を弱さの家に主よ、憐れんでくださいとあなたに助けを求めること、神様、この1年も主よ、あなたにあってあなたと共に歩む信仰生活でありますように心からお願いいたします。 あなたがこの教会を愛しています。お一人お一人をその人生の中であなたが出会ってくださって、あなたの御救いの中に入れてくださいました。あなたの愛が憐れみの中、
主よ、本当に主の御国に行くまで神様お一人お一人が主に信頼して従っていく。神様、その中でたくさんの恵みを私たち受けていますから、主よ、あなたに喜びと感謝を捧げていくことができますから、ありがとうございます。神様、私たちは主よ、あなたに信頼し、あなたに従いものとして、この1年もお守り導いてください。この世と調子を合わせてはいけませんと、あなたの御言葉が言っています。主の神の御心は何か、さ、何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかを踏まえ知るために、心に死によって自分を変えなさいと、あなたの御言葉です。聖霊様、私たちを助け、守り、導いてくださって、御言葉に従っていくことができるようにお願いいたします。これからの礼拝を心から感謝します。共に集まり、主に感謝と喜びの声を上げていきます。聖霊様、豊かにこの礼拝を導いてください。主を感謝して、この祈りしイエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。どうぞお聞きください。賛美を捧げてみましょう。そして皆さん、賛美にふさわしいですね、表現方法があると思いますね。やっぱりなんか直立不動でですね、まあ、それもいいですけれども、本当にアップテンポなものは主を崇めるという意味で手を叩いたり、また本当に静かな賛美には心を込めて、思いを込めて、そして捧げますという意味でちょっと手を挙げてみたりですね、まあ、それぞれ、賛美にふさわしい、態度を持ってですね、賛美していきたいと思います。じゃあお願いします。それでは20章の1節から21節まで、ご一緒に交互に、お読みしたいと思います。それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の上にあるものでも、下の下にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし。私は私、私の命令を守る者が、恵みを好きなためにまで施すからである。あなたはあなたの神、主の皆をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰せずにはおかない。6日間働いて、あなたのすべての仕事をしなければならない。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。あなたの子孫が母を生まれ、あなたの神、主は与えようとしておられる地で、あなたの弱いは並ぶためである。殺してはならない、管理してはならない、盗んではならない。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。すなわち隣人の妻、あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。彼らはモーセに言った。どうか私たちに話してください。私たちは聞き従います。しかし神が私たちにお話にならないように、私たちが死ぬといけませんから。それでモーセは神に言った。それではいけません。あなたが呼ばれたのはあなたを試みるためなんです。またあなたの神に神への恐れを示して、あなたが罪を犯さないためです。ご一緒に。そこで神は遠く離れて立ち、
モーセは神のおられる暗闇に近づいていった。アメン。2、3日前にですね、教会員の皆さんにメールを送りました。この頃の時で教会からメールが来ますけれど、いたずらメールではありますので皆さんに時々気づいていただきたくてですね、メールで通知してます。メールが来てないという方は言ってください。多分登録されてないんだと思いますので、どうぞ教えてください。皆さんのメールアドレスですね。今年からですね、礼拝っていうのは共に捧げていくものです。何か牧師やプログラムの中で私たちがただそれを受け取るっていうよりは、皆さんお一人お一人が神様を礼拝して、また神様の恵みを受け取っていく、そのためにはやっぱり備えって必要だと思いますよね。ですから聖書箇所を今回皆さんに今回のメッセージはここですよ。なかなか忙しくて読めない方もいらっしゃると思うんですけど、せめてそこを目を通すだけでも、あるいはそれを読みながら、神様はここから私に何を語ってらっしゃるんだろうかって考えてくるだけでも随分違うと思いますね。そして礼拝に来る土曜日でもいいです。短くてもいいので礼拝の祝福ということを祈る、そういう良き習慣を時間をかけながらですね、身につけていきたいと思います。そんな小さなことと思うかもしれませんけど、それが皆さん一人一人の信仰生活に大きな影響を及ぼして、また教会全体が本当に変わっていくと思います。ですから、また来ちゃったと思わないでですね、またブロックなどうぞしないでくださいそれを励ましとして受け取っていただけたらと思います。今日は有名なモーセの実会の場面です。振り返っていきたいんですけれども、神様はこのイスラエルの民をこの430年彼らはエジプトで住んでいました。でその多く400年以上はですね、奴隷としてそこで虐げられていたわけですけれども、神様はそこから一方的な恵みによって彼らを救い出してくださったんです。そしてこの葦の海での奇跡を通して彼らはこのアラノを旅していきます。そしてこのシナイのアラノ、ここまでだいたい2ヶ月ぐらいの行程でした。でこの中でですね、彼らは本当にこの天と地を作られた偉大な神の御業というのをリアルに体験してきたわけです。自分たちを苦しめていたエジプトに対しては10の災いを持ってですね、神は裁きを下します。さらに航海を2つに分けて、そしてエジプト軍をそこで滅ぼしてしまいます。さらに、昼は雲の柱、夜は火の柱、見える形で神が共におられることを教えてくださいます。時には彼らが食べ物がないと言ってつぶやくとですね、このうずらをこうたくさん与えてくださったり、また毎朝起きるとマナという天からの食物が与えられます。水がないと神は岩から水を出してください。苦くて水が飲めないと一本の木を示されてそこに投げると水が甘くなる、などなど。また、レフィディムではアマレクとの戦いがありますけれども、そこで圧倒的な勝利を得る。本当に神は素晴らしい。私たちの神は恵みと祝福と勝利と問題解決の神様だ。そういうこの2ヶ月をイスラエルの民は過ごしたことですね。そして彼らが導かれた場所が、シナイのアラノでした。シナイという意味は茨の森という意味があるんだそうですね。なんとここで彼らは1年にわたって神様から大切なことを教えられていくわけです。これは私たちの信仰生活にも言えることだと思うんですね。神様はイスラエルの民を選んだのは、彼らを通して神様の栄光が全世界に表されるためなんですね。そのために彼らを選び、
祝福し、一方的な恵みを与えました。その目的は、この本当に少人数の小さな弱い民族、イスラエルという民を通して神様の栄光を表すため、そういう目的があったんですね。同じようにここにおられる皆さんお一人お一人も、神様がイエス様にあって選んでくださいました。アーメン。あなたが私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命した。それは何のためですか？神の形に作られた皆さん一人一人が神様の栄光を表す人になってほしいんです。アーメン。ただあなたが天国に行って、あなたが自由で快適で気ままな生活を送るためではありません。それはもちろん恵みとして与えてくださいますけれど、神様の一番の願いは、ここにおられる皆さんね、みんなこの育った環境違うでしょう、性格も違うでしょう、年齢も違うでしょう、それぞれ置かれている立場も違うでしょう、でもそれぞれ置かれている場所にあって、皆さんを通して神様の栄光が現れること、それが神様の何よりの願いだということを今日もう一度知ってほしいわけです。だから皆さんは神様の栄光を表す人です。アメン。ちょっと隣の人を見て言ってあげてください。あなたは神の栄光を表す人ですよ。神の栄光を表す人ですよ。そしてそう言われると、こんな私がと思うかもしれませんけれど、神様は人を作り変えてくださる方なんです。何によって？愛と恵みによってです。ですから、たくさんのこの2ヶ月の間、イスラエルのために恵みと祝福と神の偉大さを教えたんですね。次の段階、神様が必要なことはですね、神の民としての規範、ルールを教えることだったんです。もっと分かりやすく言うと、神の子供たちをしつけることが必要でした。アーメン。皆さんで、多くはご家庭を持っていらっしゃって、お子さんがいらっしゃると思います。生まれた時はどうですか？可愛いでしょ？みんな可愛いね。うちの子が一番可愛いって皆さん言います。そして生まれた時はもうひたすらお世話をします。そうでしょ？もうミルクをあげて、おむつを替えて、もう抱っこして、もうみんな可愛いから、もう愛情を注いで注いで注いで、いきます。でもずっとそうですか？もう3歳5歳になっても、はいミルク、はいおむつ替えよう、はいいい子いい子なんて、こんなことありえませんよね。当然家庭においてこうある程度こうお世話をしてあげたら、今度はちゃんと社会生活ができるようにですね、家庭の中でしつけっていうのをするんじゃないですかね。おトイレのことを教えたりですね、顔を洗ったり歯ブラシをしたり、あと箸の持ち方とか後片付けとか、まあ、その成長段階に応じて皆さんこう本当にこう家庭の中でちゃんとしつけていくと思うんですね。朝起きたら挨拶をするとか、何か悪いことしたらごめんなさいっていうとかですね、まあ、家庭によって若干しつけは違いますけれど、子供を愛しているならば、子供の将来のことを考えてちゃんとしつけていきます。でそういう中でまた今度幼稚園に入ったり小学校に入っていくと、今度社会生活っていうのを子供たちは学びますね。家庭だけじゃなくて、この社会、自分以外にもいたのみたいな、いろんなタイプのですね、子どもたちと関わる中で、その中でいろいろぶつかったりですね、時には傷ついたりしながら、その中で一緒にこう生きるっていうこと、共生っていうことを学んでいく。そしてどうなんですか？自立していくわけです。これは普通ですよね。でももし家庭において全くしつけがされてない子どもはどうなるんでしょうね。どうですか？よく心理学を学ぶ方でね、必ず読まなくちゃならないいくつかの本があるんですけれども、よくインドでね、狼に育てられた少年の話って皆さん知ってますか？狼がですね、その赤ちゃんをくわえて連れてったのか、
そしてその子が狼に育てられていくわけです。インドにいた宣教師がその状況を見て、その子を引き取ってですね、人間らしく育てようとするんだけど、これ無理だったんですよね。で、早く亡くなってしまった、そういう記録が残ってますけれども、だから私たちももし全くしつけをしない、ただ与えるだけ、そして、もう要求だけ聞いてたら、もうとんでもないわがままで、そしてどうしようもない、自己中心な子として、成長していくと思うんですね。だから私たちは時に、可愛いけれど悪いことしたら怒ります。時には、まあ、罰を与えることもあるでしょう。もうしばらく外出しちゃいけないとか、もうスマホ禁止といって取り上げることもあるでしょうね。時にはあまりにも言うこと聞かないと、親としてお尻叩くときもあるかもしれません。なぜですか。この子がちゃんと社会人として自立してほしいからです。じゃあ神様も一緒じゃないですか。私たちが神の子として選ばれ、神の栄光を表してほしいと願うならば、神様も当然私たちをしつけ訓練します。実はそれがこの市内での1年、これがスタートだと思います。で、神様はこの中で何をしたかっていうと、神の民として生きるための規範を与えたんです。それは実戒というものですよね。なぜかっていうと、イスラエルの民はアブラハムの子孫で選びの中にありましたけれど、400年間もですね、エジプトという異教の地で、その文化、その生活習慣の中に染まってきた、生きていたんです。神の民としては全くふさわしくないような生き様、考え方、価値観の中に実はいたということです。だから彼らを神の民として、こういう生き様をするんだよっていうことを教えなくちゃならなかった。そして与えたのが実戒、ね、じゃこれ一緒に読んでみましょうか。3、はい、それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主だ、ね、さあ、この実戒っていうのは10の戒めです。いつも言いますけれど、3つの関係の中で成り立っています。1番目から4番までの戒めは神様との関係に関する戒めです。5番目は自分と親との関係です。そして後半の、6からですね、10までは人と人との関係についての戒めについて書いてあるんですね。で、これを神の民としてあなたたちは守って生きるようにとイスラエルのために実は教えたんです。じゃあ順番に見ていきたいと思いますね。最初の1番目と2番目、ちょっと赤い線のところを読んでみましょうか。3、はい、あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。これが神様の民として、まず最初にしっかりと知らなければならないことだったんです。なぜかっていうと、イスラエルの民はこのアブラハム、イサク、ヤコブの神を信じていました。でもエジプトという多神教の国にあって400年過ごす中で、ここにも神がいる、あそこにも神がいる、そういう偶像崇拝がですね、実は彼らの中にも影響を及ぼしていた、染みついていたということです。この日本見てもどうですか。日本も多神教ですよね。そしてそれが私たちの文化の中に、生活習慣の中にもう本当に入り込んでいるわけです。信じている信じていない関わらなくても、人が亡くなったらどうですか。だいたいお寺でお葬式をして、そしてお仏壇を買ってご先祖様として敬っていく。でそれが宗教っていうのではなくて、普通大事なことだと言われています。なぜ
そのように私たちの生活習慣まで入り込んでいる。また私たちがこの生まれてからですね、生活の中で浸透的なものが入り込んでいます。だからお宮前に行ったりですね、七五三があったり、あるいはお祭りがあったり、それが私たちの生活の中に入り込んでるから、それはなんか問題あるのっていうふうになる。だからイスラエルの民もそういう影響が多少あったんじゃないでしょうか。だから改めてこの、彼らを救い出してくださったこの天地創造の神、この方以外のものを神としてこの実は偶像を作り上げたんですね。あるいはそれを拝み仕える、これは大きな罪だということを改めて教える必要がありました。皆さんアメンですか？で、私たちも実はキリスト教的な国ではなくて、先ほど言ったように多神教の国、文化の中に来ていますから、クリスチャンになってもですね、気づかない場合があるわけです。だから教会ではハレルヤー、イエス様素晴らしいって言いながら、お家で相変わらずお仏壇を拝んでたりですね、またこの季節ごとの神社のお祭り行って、おみこし一生懸命担いでわっしょいわっしょい喜んで、何が悪いのっていう感覚を持つこともある。でも今日改めて知ってほしいことは、それは神の民としての生き方ではないんだ。イエス・キリストによって救われて神の栄光を表すものとされた私たちは、まことの神以外実は神はないということですね。そしてそれらに仕える偶像崇拝というものを私たちは自分の生活の中からしっかりと切り離していかなければならないということを改めて知る必要があります。でこの後半ですね、こう5節から6節読んでみましょう。はい、それらを拝んではならない、に仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神、私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。はっきりと理由が書かれてあるんですね。聖書はよく偶像崇拝のことを霊的な姦淫と言います。姦淫っていうのはちゃんと結婚した奥さんがいるのにですね、よその女性といわば浮気していく、あるいはその逆もしかりですよね。それを姦淫と言いますけれども、神様にとっては本当にイスラエルを愛したんです。ご自分のものとされたんです。にもかかわらず他の偶像を拝み、そこに仕えお願いしていくっていうことは、姦淫の罪を犯しているのと一緒だ。これは神様にとって実は絶対許せないことだっていうんですよね。例えば皆さんどうですか、ご家庭でね、例えばご主人が皆さんお掃除上手にしなかったり料理が下手だったらめちゃめちゃ怒りますか？絶対許さない。目玉焼きこましたから許さない、もうお前とは一緒にいられない、こんな出てけ言います。あるいは掃除がちゃんとこうなんでできないんだ、もうそれだけは許せないからお前は出てけってこと言いませんよね。私たちもうお互い弱さを抱えてる同士ですから、もう失敗ある、喧嘩がある、ぶつかる、でもそれはお互い受け止めたり、そして本当にこう許していける部分じゃないですか。でももし皆さんのご主人がですね、まあ、愛してるよって言いながら、例えば隣の女の人やいろんな女の人といつも仲良くそういう関係持ってたら、皆さん笑ってますか？ああよかったねってあなたを捨てたもんじゃないわなんて、そんなわけないですよね。これは許せないことなんです。それだけだから神様も同じなんです。私たちが生活の中で失敗すること、弱さを抱えること、本当に神様は愛を持って許しているんです。でも皆さんが神様愛してるよとか言いながらですね、同じように偶像崇拝してる、これは神にとっては許せないということをここで知ります。さらにこの
そのようなものに対して神様はその咎を子に報い3代4代にまで及ぼすって書いてある。どういうことかっていうと、偶像崇拝っていうことの中には神様が裁きを下されるんだっていうことを私たちは知らなければなりません。これは今この、日本の、この文化の中でそんなこと言ったらですね、ソース感来るかもしれませんね。キリスト教ってのは排他的だってですね、何言ってんだって言われるかもしれません。でも聖書はそう言っているんです。なぜ偶像崇拝がこれほど神様が禁じるんでしょうか。それは神様にとって許しがたいことであるというだけではなくて、実は偶像崇拝をするということはその背後にある悪しき霊と私たちが契約を結んでいることになるわけです。皆さん、良い悪魔っていませんよ。良い悪霊さんっていませんよ。もう悪魔は私たちを騙し盗み殺すものだとイエス様は言いました。だからそのような偶像崇拝、自分にとってはそれは普通のこと、祝福だと思ってるかもしれませんけれども、そこの中にいるときに私たちはさまざまな痛み苦しみ束縛を受けるんだということを実は教えているわけです。かつて偶像礼拝の中にいた方々そうじゃないですか、ね、私もそういう環境の中にいましたので、いつも仏壇を拝み神棚を拝みそれに仕え、そして、私の部屋中にはそういう偶像物が満ちておりました。でも良いことをしていると思ったんです。でも今考えてみると、何かいつも心が恐れに支配されていたりですね、悪夢にうなされていたり、そんなことがたくさんありました。でもイエス様を信じて、そうだこれは神様に喜ばれないものと思ってやめて自分の部屋からそれを排除していったときに、今まで経験したことがない心の平安、喜びというものを感じて、あ、これが本当に悪かったんだなということを実は知った。で、素晴らしいのは、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。だから皆さんが誠の神様を信じて歩むということは、あなたにとどまらずあなたの子子孫孫にまで祝福が流れるということです。アーメン。でもそうじゃない、もしそのような偶像礼拝を続けていくならば、実はあなただけじゃなくて家計の中に呪いが流されていくということを私たちは知らなければならない。で、私たちはね、この日本の中に生きていると、神様って言うと罰を与えるっていう、そういうイメージを持つ方がいます。あ、罰が怖いからってね、よくあるでしょ。だから、これしないと罰当たるんじゃないかって、でいやいやながらやるっていうところがある人が、でもイエス様っていうのはもう愛にあふれてて、もうそんな罰なんかない、祝福祝福祝福、もちろんそうです。イエス様は罰は与えませんけど、私たちが神様の法則に反していくとですね、蒔いた種は刈り取らなければなりません。そして神様は罪に対しては裁かれるんだということを覚えておかなくちゃいけない。例えば皆さん、このこと考えることありません？私はイエス様を信じて祝福されてるから、悪いことしても私は捕まらない、見つからない、ごまかしても問題ない。もしそう思ってる人がいたとしたら、これはとんでもないことです。とんでもないことです、ね、あまり例えじゃないですけどね。私も17歳でイエス様を信じて本当に恵みの中にいました。でもやっぱりちょっと世の中を覗きながらですね、しばらく 1、2年教会行ってない、世の中に染まった時期があったんです。そしたらちょうどですね、友達に家に行く途中、自転車が立てかけたの。よかった、ラッキー、自転車があるんだったらこれで乗って友達のところに行こう。で、自転車を持ってまたがった瞬間、パトカーが目の前に通ったんですね。あ、やばいと思ってですね、こう言って、あ、危なかったと思ったらバックして戻ってきちゃった。お前何してんだって、別になんだか本当って言ったらですね、なんか両手を押さえられてですね、パトカーも押さえられちゃった。
で見たらその自転車盗難車だったんですよ。届けが出てお前のせいだったら、いやいや、ただそこにあるものをですね、ただあーって言ったらもうダメですよ。神様こんなことってあるんですか、えそんなバカだみたいな。で生まれて初めて取り調べ室ってとこ入れられてですね、怖い刑事さん、なんドラマの通りでした。うまさーゆでまくれ、腕まくって、なんでこの後は天敵の後です、お前役やってんだろって、いやいややってませんなんて、ね、もう本当に嫌な思いをした19歳の時でしたかね。なんでクリスチャンだったらそんなことないはずなんじゃないですか。さあやっぱり神様の原則に反したら、私じゃあ生まれたものは借りてる、そして罪は罪としてやっぱり裁かれるんだということを、そういう意味ではですね、神を恐れるということを知らなければならないわけなんです。次赤いところを読みましょう。3、はい、あなたはあなたの神主の御名を御手に唱えてはならない。次も安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。イスラエルの民にとって神の名というのは非常にこの聖なるものでしたから、その名を口にするということを神様はここで禁じられたんですね。これはどういうことかというと、神を恐れるということを学ばせるためです。そしてこの、4番目は安息日の戒めがあったんですね。でこの安息日には2つの大きな目的があったんです。1つは神様がこの天と地を6日かかって作られて7日目に休まれた、その日を聖なる日とされたということをまず思い起こす日です。そしてもう一つは自分たちは奴隷から救われた、ね、そのことを覚えるという2つの大きな目的があったわけです。で神様はこの日は、この日は土曜日ですからね、週のうちの土曜日を安息日と定めて、このことを本当に徹底的に大切にするように訓練したんです。それは前回も見たように、あのマナを降らせるという出来事でした。イスラエルで、あ、ごめんなさい、アラノで40年間毎日マナが降りました。食べ物がないです、アラノは。だから朝起きるとですね、その恵みを彼らはちゃんと集める必要があったんです。何を覚えるんですか。神が私たちを養ってください、神が私たちの命を握っておられるということをまず覚えます。ところが安息日には集めちゃいけないんです、ね、その日に出て行ってもマナは降ってません。でこのことを40年間彼らは毎日毎日毎週毎週体験したんです。なぜ、習慣とするためですね。つまり彼らにとっては安息日、つまり天と地を作られた神様、そしてエジプトから救ってくださった神様が私たちの主の主王の王である、それを礼拝して1週間がスタートするということを彼らは習慣としていく必要があったんです。アメン。私たちはどうでしょうか。今私たちは安息日というよりも主イエスご自身が復活したこの日曜日を主の日と呼んで、このように礼拝を持っております。で私たちもやっぱり自分中心に生きています。そしてキリスト教国ではありません。そういう中で神様が、この天と地を作った神様が私の主である、イエス様が私を本当に罪からあがない、よみがえり、神の子としてくださった、この方と共に生きるという意味で日曜日を大切にするということは、私たちクリスチャンにとってはおなじみがあるんだと思いますね。アメン。もちろん私たちは日曜日に仕事があるときがあります。体調悪くしたり、あるいは出張に行ったり、用事があるときもあるでしょう。でもですね、まあしょうがない仕事なんだからってことじゃなくて、それでも日曜日自分の中で主を礼拝していくっていう心構え、今であればちゃんとこの礼拝メッセージも、録画されていますので、それを追って礼拝していく、聖書を読んでいく、そして主をあがめていくっていう、そういう皆さん習慣を私たちは
生涯身につけていきたいです。アメン。昔は毎週来てたけど、今はもうめんどくさくて行ってません。そうじゃないんです、皆さん。これは私たちが本当に生涯、本当にこのことを大切にしていくものだと思います。そうでもしないと、私たちは生活に飲み込まれてしまうんです。なぜ？忙しすぎるんです。アメン。皆さん、日曜日、大切にしましょうね。そして5番目は親との関係です。赤いところを読みましょう。3回、あなたの父と母を敬え。どうですか、ご両親を敬ってますかね。敬うっていうことはまず自分の親として認めるっていうことですよね。これが実はなんと5番目の規定です。これ約束があります。主が与えようとしておられる、あなたの弱いがなくなる、長生きできるってことです、皆さん、ね、どうですか皆さん、いい親だったらね、敬いますよね。でもなかなかそうはいない。ね、でも私はこのことをやはり大切にしていきたいですね。親を大事にしていく、認めていく。そして後半は人との関係です。赤いところを読みましょう。はい、殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない、あなたの隣人の家を欲しがってはならない。これは皆さん、例えば殺してはならない、これ OK ですか？これはもう神様は知っていようと知っていまいと、どの国どの民族にあってもこれはもうみんなそうですって言いますよ。人を殺すっていうことはこれは罪だって。でもイエス様はもっとこのことを掘り下げてですね、私たちが心の中であいつ死んでしまえばいいのにと思ったら、それは殺人と同じだと言いました。もう厳しいですね。私たちの中に、ね、人への許せない思い、人への殺意、そういうものを実はこのところで問われます。勧誘してはならない、これは昔の時代であれば多くの国においてそうだって言いましたけれど、今は性的に非常に世界中が堕落しております。これはノンクリスチャンだけではなくて、実は教会においてもそれは言えます。教会においても本当に家庭を持ちながら、その家庭が壊れている、そしてさまざまなこの勧誘の罪が実は行われている、そういう現実があります。これは牧師においてもリーダーたちにおいてもそうですよね。だから世界的に用いられた有名な牧師たちがこの勧誘の罪を犯したことが明らかになってですね、そこからもう退けられていくということは昔も今も実際あるわけです。それほどこのことは誘惑です。でも世の中の考えは別にいいじゃないね、愛してるんだから、好きなんだから、別に結婚はしないけど一緒にいていろんな人と住んでみて一番良い人と最後に結婚してみる、言われてみるとそうですよね。やっぱりお試し期間があってですね、で住んでみてやっぱりこの人いいなと思って結婚した方がなんか安全みたいな、そうかな、違いますね。世の中の結婚観は本当にゼロです。また今別に男は嫌だ、同じ女性の方がいい、女性と結婚したい、男性、男の方がいいって、そういう方々もいらっしゃる。やっぱりそれは聖書から見るならばずれてるんですね。だから私たちは神の民としてこのことをやっぱり覚えなければならないわけです。盗んではならない、これはそうですよね。これはもう誰でも分かります。さらにあなたの隣人に対して偽りの証言者にならない、わかりやすく言うと嘘つくなってことです。私たちは本当に嘘ついちゃいますね、自分を守るために。だけどその小さな嘘がどん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 広がっていって、最後は本当に辛い思いをします。私たちはやっぱり嘘ついたらいけない、本当にこの真実である、誠実であるということが求められます。そしてこの17番目はいわゆる物欲に対するこの戒めですよね。
私たちの周りっていうのは皆さん今日新聞読みました？そうすると大体広告が入ってますよね。あ、安い家にあるんだけど買っちゃう。新しい製品になった、欲しい。いわゆる私たちのこの物質欲を駆り立てながらですね、買わせる、これが世の中のマーケティングです。だからないから必要だからっていうよりは欲しいから買っちゃうっていう、そういう中に私もちょっといるわけですけれども、でも隣の人が持ってるものってみんなよく思うわけですね。でも欲しくない、でもそこからいろんな問題が生じてきます。また私たちの生活レベルを超えたことをしようとしますね。お給料はこれしかないのに、それをもう超えて私たちはどんどん借金をしてですね、もっと物が欲しい、最後は自分の首を絞めてしまいます。皆さんいかがでしょうか。この10の戒めを神様はイスラエルのために与えたんです。与える必要があったんです。そしてこのことを彼らが絶えず心に刻みながら、これをいわば心の鏡として、彼らは生活生き様を神を信じるものとして変えていく必要があったんですね。これは当時のイスラエルの民だけではなくて、今日の私たちクリスチャンにも同じように適用できると思います。皆さんしつこく言います、時々ですね、私たちは勘違いします。イエス様を信じて救われている、罪を許していただいた、永遠の命をいただいている、神は祝福してくださる、もちろんそのことです。でもそのような私たちに神が願うことは、神の民としてふさわしく生きてほしいということなんです。なのに私たちはみんな失敗します。私もそうです、罪を犯してしまいます。でも神様が素晴らしいのは、そのことを本当にまた悔いて、主を助けてくださいという時に許してくださるということです。清めてくださるということなんです。助けてくださるということなんです。それは OK です。でもある人たちは神を恐れません。何、別にいいじゃないか、俺神様は別に何かね、責められてるわけじゃないし、何も言わないし、適当にやってても大丈夫だし、 OK なんだと勘違いするんです。でも皆さん、それは神の忍耐です。神様の憐れみです。私たちが時に罪を犯しながらもですね、それでも神様があなたを助け祝福してくださっている、それは何ですか。神の憐れみと忍耐なんです。でも神様はいつまでもそれを放っておくことはないでしょう。私たちがそんな生活をするならば、信仰からずれていきますし、また自分が蒔いた種を刈り取りますし、そして神様の裁きを受け、救いから落ちてしまうということも十分ある。皆さんもそうでしょ。子供さんたちを見たときにね、多少なんかしてても、割とこう親の懐深くですね、多めに見たところありませんか。ちょっとでもなんか違反したらご飯抜きですか。なんもないですよね。子供たちが多少失敗したり悪いことして気づかなくてもですね、まあちょっとこれ気をつけた方がいいよって言いながら、でもちゃんとご飯くれるじゃないですか。ちゃんと必要なものを与えてあげるじゃないですか。でもそれで子供さんたちが調子に乗ってたらどうですか。もっと悪い方向にですね、親が何も言わんからってずれてったら、やっぱりその時には親は厳しく叱りますよね。時には与えているものを取り上げてしまうこともあるじゃないですか。神様も同じなんです。だから皆さん勘違いしないでください。ああ、教会に来て目を生まれたよ、ハレルヤ、でイエス様信じていいことばっかり、でも私たちが平気でこの実戒を犯すようなことをしていくとするならば、それは大きな勘違いっていうんですね。で赤いところを読みましょう。はい。神が来られたのはあなた方を試みるためなのです。またあなた方に神への恐れが生じて、あなた方が罪を犯さないためです。このイスラエルの民にとって必要なことは、
神への恐れってことなんですね。恐れがないと私たちは非常にふてぶてしい自己中心的な高ぶった態度を取ります。でもそうじゃないですか。私たちが例えば人との関係においてもですね、よく親しき間にも霊言なんて昔の言葉でありますけれども、本当に家族に対してまた友人に対して本当にこう親しくてもある程度その人に対する尊敬とかまた礼儀とかそういうものを持ってたらですね、やっぱりちゃんとした態度を取る。でも私たちは権威というものに対して非常に不信感を持って、権威がこの本当にこう失われている時代にあって、どうなんですか、若者たちを見るとですね、恐れがないんです。そして自分が思うように願うようにですね、上の人にもタメ口を多分聞いたりですね、そしてもうはっていうような感じでもう自分の好きな要求だけします。なんで恐れがないんです。私たちも神への恐れがないとそういうふうになってしまう。神様に対して愛だ、恵みだ、祝福だ、そして自分の要求ばっかり言って神様に対して恐れ敬う心を本当に正すということができなくなってしまう。いわゆる高ぶってしまいます。聖書は神は高ぶる者を退け減り下る者に恵みを授けない。ですからイスラエルの民が本当に神のへの恐れというものを持つ必要があったように、今日の私たちも神様に対する聖なる恐れというものをやはりいつも持っておく必要があるんじゃないでしょうかね。ここでイエス様言ってます。ご一緒に言いましょう。はい、恐れなければならないことをあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。私たちの神は愛と恵みと祝福に富んでおられる方です。本当に忍耐の方です。へりくだったお方です。でもこのお方はですね、私たちをゲヘナ永遠の裁きの中に投げ込む権威を持っておられる、そういう聖なる義なるお方である。私たちはこの方を恐れなければならない。イエス様は言いました。さあ、さらにですね、イエス様は弟子たちに対して地の塩として歩むようにと言いました。ご一緒に言いましょう。3回、あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。あなた方は地の塩だってこう言ったんです。皆さん、塩一つは当時は防腐剤的な役目がありますよね。冷蔵庫なんかありませんから、この魚とかですね、お肉とかいろんなものを塩漬けして、それを腐敗から守っていく、あるいは料理にも欠かせないものだったでしょうね。そういう中でイエス様はこのお弟子たちに対して、従う者に対して、あなた方は地の塩だってこう言ったんです。アメン。この世は罪によって腐敗していきます。でもそこに皆さんのようなイエス・キリストを信じる人がいるということは、この地を腐敗から堕落から実は守っているんです。どのようにして、まず皆さんの祈りが挙げられます。皆さんが家族のために祈ります。職場のために祈ります。この地のために祈ります。その皆さんの祈りはいわば塩のようなものですよ。この地を腐敗から堕落から守っているんですね。さらに皆さんの存在そのものが人々に対して塩となるでしょう。また皆さんがいることで家庭は楽しい。違います？皆さん味付けてるんじゃないんですか？塩が強すぎますか？皆さんがいることですね、まあ、塩加減大事だと思いますけれども、家庭の中が本当にこう楽しく守られ、平和な、またこの地域や職場もそうだと思います。ところがイエス様ね、変なこと言ってるんです。塩が塩気をなくしたらって言ったんです。
皆さんの塩気なくなります？皆さんの家庭の中に塩気、塩あるでしょ？1年経つと塩の味しません？10年経つとなんかあれ何の味もしない。だからないわけですよ。どういう意味ですかね、塩が塩気にをなくしたら。これはね、当時の塩についてやっぱり知らないとよくわからないことだと思います。当時はですね、まだ塩の精製法っていうのは発達してなかったんです。でどうしてたかっていうと、いわゆる岩塩ってありますよね、ああいうものをこう削ってくるわけですけど、そこにいわゆる砂が混じってるわけですよね。だから 100% 塩っていうよりも塩と砂がこう、混じってる。でその混じり具合でその砂の方が多くなるとですね、いわゆる塩気がなくなってくるってことです。こうすると分かりやすいですよね。私たち今塩って言うとピンとこないんですけども、当時の塩のことを考えると 100% 塩っていうよりは塩にいわゆる砂が混じってる。でその砂の量が少ないと、まあ、ちゃんと塩気があるんですけど、砂の量が多すぎるとですね、塩気をなくして役に立たないから当然捨てられるんです。そういうことをイエス様が言ってるんですね。これはどういうことなんでしょうか。私たちは世の中に生きています。アメン。死んです、死んでじゃないや、イエス様信じてすぐ天国行ったりですね、神の国がドーンと来てくれたらいいんですけれども、イエス様を信じて地の塩とされても 100% 塩じゃないんです。ちょっと言い方あるんですけど、やっぱりこの世的なものの中に生きていますから、この世的なものが私たちの中に混じってるっていうかね、考え方とか生き方の中にやっぱり入っているわけですよね。だからイエス様が私たちに言ったことはですね、この世に私たちは生きていますけれども、いわゆるこの世的なものに私たちは支配されたりですね、世俗化していくことへの警告だっていうことなんです。だからヨハネはこう言ってます。ご一緒に、さん、はい、世も世にあるものをも愛してはありません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。私たちはこの世の中に生きています。だから世の中のことを考えなくちゃいけないでしょ。今日何食べようか、ね、この家計をどうやって切り抜けようか、仕事をどうしようか、まあ、いろんなことを毎日考えている。これは大切なことです。でもここで言ってるのは、世も世にあるものも愛してはならないって言ったんです。つまり、この世にあることが自分にとっては最良のものとして、それを求めていく、それを愛していくとするならば、本来塩である私たちのうちにですね、この世俗的なものが圧倒的に多くなって、塩気を失っちゃうんです。教会には来るかもしれません。あるいは時には聖書を読むかもしれませんけれども、この世的なことで頭がもういっぱいで、イエス様のことを考える余裕もありません。そして聖書も読まない、祈りもしない。そして一般の世の中の人と付き合っていることがほとんどであるとするならば、どんな人だって、皆さん、この世的なものに支配されるんじゃないですか。つまり砂が多くなっちゃうんです。すると、あれ私教会行ってるけど、え、あなたクリスチャンになったの、嘘なんてですね、周りの人が逆にびっくりしちゃうような、そんな発言、考え方、行動になっちゃう。つまり世俗化することに対して聖書は私たちに警告を与えているんだ。じゃあこの塩気を保つためにはどうしたらいいんでしょうか。私たちがやっぱり主を愛していくっていうことは、主と共に過ごす時間が大切じゃないですか。皆さん、私たちはやっぱりいろいろな本や会う人によって影響を受けます。私たちがいつもこの世のニュース、この世の本、この世の価値観、世俗化した人たちとばっかりいつも過ごしてたらですね、イエス様信じてたって変わりません。世俗化です。でも私たちには素晴らしい聖書が皆さんありますよ。アメン。ここには神様の言葉が満ちています。であるならば、私たちはやっぱり毎日この聖書から
神の声を聞き、聖書を通して神様と交わっていく、神様の価値観を学んでいく、ここから素晴らしい恵みを毎日得ていくことが必要じゃないですか。だから皆さん、短い時間でもディボーションしましょう。聖書を読んで、そのことを思い巡らし、神の声を書き留めていく、そんなことをしましょうというのは、そういう意味です、皆さん。あるいはこの聖書の短い箇所だけではなくて、今年もチャレンジします。皆さん、この1年で聖書を通読しませんか。私も皆さん決意しましたよ。私 の, あの楽しみの一つはですね、毎年違う役で聖書を読む。でも最初からそうしてたわけじゃないんです。で、あの最初は聖書をあまり読まなかったです。恥ずかしいけど、通読とかあまりしてなかった。だけどこれはやっぱりまずい、ね、特にあの井上先生がですね、1年間にね、20回も30回も聖書を通読してるっていうのを聞いてね、あ、これはやばいと思ってですね、あの聖書通読も一生懸命この頃始めてますけど、毎回同じ聖書を読んだら飽きるんですよ、私、性格的に。だから役を変えて新しい聖書を読みます。で、今年はですね、ちょうど誕生日祝い、娘たちが何がいいということで、じゃあ聖書買ってで6000ぐらいするんですけども、今年買ったのは現代訳聖書なんですね。あの小山英治っていうね、有名な聖書学者がいらっしゃいますけど、彼の個人訳です。ずいぶん前に出されたのが、去年の11月にですね、改訂版したやつが出たんですね。よし、今年はじゃあそれで読もうってですね、誕生お祝いに買ってもらいました。で、それでよし、この1年間なんとか読もう。で、ただ読んでも難しいんですから、後ろの方に通読表ってのあるじゃないですか。あれこうチェックしながら読むとですね、皆さんモチベーション上がります。で、そうやって楽しみながら聖書を一通り読んでる。もし新約聖書も全然読んだことがない人がいたら、新約聖書からまず始めてみたらどうでしょうか。まあ、無理しないで1年ぐらいかけてですね、とにかく新約聖書を一緒に読んでみる。そのように聖書に触れる時間を増やす、あるいは神様と個人的に祈る時間を増やす、教会のさまざまな習慣に出る時間を増やす、これは皆さん、私たちの塩気を保つ大きな助けになります。アメン。いや、私は自分で信仰を持ってるから、皆さん、人間はそんな強くないですよ。まあ影響されるんですから、私たち。だからどうぞ塩気を保つためにも、そのことをぜひですね、大切にしていただきたいと思います。考え方が変わらなければ、この1年何の変化もないと思います。気合では皆さん、私たちの人生は変わりません。まあ、気合をかけられる年齢でもなくなってきましたけどね。でも私たちの思いをまず変えていく。そうだ、今まで自分は地の塩だったけど、砂の部分があまりにも多すぎた。で、そっか、じゃあ砂の部分を減らすためにどうしたらいいの。今言ったように、よし、今年はディボーションをしていこう、今年は聖書通読しよう、祈ろう、また礼拝だけじゃなくていろいろな習慣にも出てみよう、牧師さん、聖書を個人的に学びたい、教会には来れないけれど、あのほら今流行ってるインターネットでなんちゃらこんちゃらあるじゃない、協力します。そうしながら私たちの塩気を増やしていきませんか。そうしていくならば、私たちは本当に、確かに昨日までは塩気を失っていたものかもしれませんけれど、神様は毎日私たちにチャンスをくださる方です。そういう意味で心を変えてですね、この新しい1年、神の民として歩もうじゃありませんか、ね。そして今日10回、これは本当に基本です。もしそこに自分が、ああ、これはまずいなっていうものがあったら、今日素直に神様そうですと認めるところから始めたらいいと思います。なかなか難しければ、神様助けてくださいって言ったらいいんです。そして神様、本当にそのことを悔い改めます、どうしたらいいでしょうか、それがスタートになると思います。だからどうぞ皆さん、心を開いてください。そして神と共に会いたいと思います。お願いします。天のお父様、この1月10日の礼拝をありがとうございます。
私たちは今年主に信頼するということを簡単に語られました。そしてそのためには自分を捨て、日々自分の十字架を歌い、つまり私たちの考え方の中にイエス様ならどうするんだろうかというふうに意識していくことを教えられました。そしてまさにこのイスラエルの民においても、神の思いがこの実戒やこの立法の中にあることを神様あなたは訓練されていきます。私たちもこの1年の中でもう一度御言葉に立ち返って、御言葉によって養われて、御言葉に本当に照らし合わせたキリスト者としての生き方ができるように助けてください。私は弱いものですけど、聖霊様が共にいてくださいますから、私たちを本当に御言葉によって作り変えてくださるようにお願いいたします。弱さを覚えている方々がいらっしゃるなら助けてあげてください。そして神様、本当に自分はもう無理だと諦めている人がいるなら、そうじゃない、神様が私たちを変えることができること、神様に寄りすがっていくこと、そのことを教えてくださるようにお願いいたします。感謝してイエス様の皆によって祈ります。アーメン。それでは聖餐式の時を行っていきます。聖餐式はですね、イエス様によって私たちに与えられた新しい契約を実は思い起こす時、契約って不動産の契約なんかだと2年ごとに更新なんてのもありますけどね、私たちはイエス様によって与えられたこの救いという契約の中にいるわけですけれど、そのことを聖餐式を通して毎回思い起こす必要があるんです。イエス様の十字架によって私たちは罪深いものでありながら人生の罪を許していただき、神のことをされ、そして新天新地神の国を約束されました。アーメン。そのことを私たちは忘れてしまいます。ですけれど、この聖餐のたびにそのことを思い起こし感謝し、イエス様が与えてくださったこの契約に私たちは本当に生きていく、そういう意味で私たちの襟を正して生き方を変えていくという時でも、聖書をお開きください。コリント第一の手紙ですね。11章23節から28節。第一コリントの11章の23節から28節までを私と皆さんに購読します。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスを渡されるよパンを取り、夕食の後杯を同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですから、あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むために主が来られるまで、主の死を口にしなさいです。従ってもしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから、ここではっきりと一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。しばらく皆さん静まりましょう。そして神様、私たちを愛してらっしゃるんですね。私たちをさらに祝福します。恵みを持ってあなたをあらゆる領域で豊かにしたいと願っています。それ以上にあなたを神の子としてふさわしいものに整えたいわけです。誰でも弱さはあります。神様はご存知です。失敗もあります。ご存知です。でも私たちは神を恐れないという態度があなたがなければなりません。
心の中にあること、神様の前に心を開いてですね、話してみてください。神様あなたを助けてくれます。あなたを恥ずかしめたり恥をかかしたり苦しめることは願ってらっしゃらないんですね。だから本当に神様の前に心を開いて少し祈るときにしましょう。私の後についてご一緒に祈ってください。天の父よ、イエス様によって新しい契約をありがとうございます。聖餐を受けるたびにそれを思い起こし、イエス様の十字架の愛に心から感謝いたします。その恵みと救いに応えるものとして、神の栄光を表すあなたが願っておられる歩みをこの1年歩むことができますように。世の地の塩として神様の栄光を表してください。今自分が心に思い起こし、あなたの前に明らかにし、悔い改めた全ての罪が許され、清められ、あなたの助けがあることを感謝します。さらにあなたの愛に恵みに日々感動するものとして聖霊で満たしてください。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アメン。どうぞパンを掲げてください。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。どうぞ召し上がってください。この杯はあなた方のために流された私の新しい契約の血です。私を覚えてこれを行いなさい。召し上がってください。お祈りをいたします。天のお父様、この2021年聖餐をもってこのような祝福の時を感謝いたします。どうぞ奥におられる兄弟姉妹たち、また今日いろいろな理由で来れなかった兄弟姉妹たち、どうぞ主の恵みと祝福と感動を持ってこの1年歩むことができますよ。何よりもまだあなたの愛、あなたの素晴らしさをまだ知らない方がいらっしゃるなら、救いの素晴らしさをまだ体験していない方がいらっしゃるなら、まずそれを体験できるようにしてあげてください。そして何か神様、悪いものに縛られたり、また神様さまざまな罪の中に神様縛られている方がいらっしゃるなら解放してあげてください。そして本当にへり下って主の前に清められて神の民として栄光を表すことができるよう、どうぞ教会が神を恐れ、そして神と共に生きるそのような教会として用いてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の御愛、聖霊の親しき交わりが皆様方一同と共にありますように。アーメン。何もありません。
Say.